アンドレイ・ロゴジンは、ロシア・モスクワ出身、カナダの元フィギュアスケート選手。2011年世界ジュニアフィギュアスケート選手権、優勝。ロシアのモスクワで生まれ、5歳の時に家族と共に、カナダに移住をした。7歳でスケートを始める。2007から2008シーズンにより、ジュニアグランプリシリーズに参戦し、2010から2011シーズンのクール・シュベル大会で優勝。 続く SBC 杯も優勝し、ジュニアグランプリファイナルでは3位に入った。世界ジュニア選手権は1978年に優勝したデニスコイ以来33年ぶりのカナダ人のチャンピオンとなった。2011から2012シーズンよりシニアクラスへ移行こう、グランプリシリーズに参戦。2012から2013シーズンのカナダ選手権は3位で初めての表彰台。 4大陸選手権並びに世界選手権の代表に初選出された。2014年よりアメリカのコロラドスプリングスに練習拠点を移し、トム・ザカライセックにコーチを変更した。2015から2016シーズン、カナダ選手権の予選会であるスケートカナダチャレンジで18位に沈み、本戦への出場を逃した。2016年7月27日、 競技からの引退とプロスケーター転向を発表したロゴジネプレップス4カナディアンナショナルズハットロゴジネハッピーツーリーブコンペティションビハインドありがとうございます。